ベタニンはテーブルビートに含まれる赤色配糖体色素である。加水分解でグルコース分子を除去したアグリコンはベタニジンという食品添加物としての E 番号は E162 である。光、熱、酸素にさらされると分解するため冷凍食品、乾燥食品や賞味期限の短い食品に対して用いられる。糖の顔料の多い食品に含まれるときは パスチャライゼーションに耐えることができる。酸素への感受性は、含水率が高い時や、鉄や同等の金属価値音を含む時に最も高い。アスコルビン酸等の抗酸化物質や、金属イオン封鎖剤は、このプロセスを遅らせる。乾燥状態では、酸素に対して安定する。ベタニンの色は、pH に依存する。4から5でさ、明るい、青みがかった赤色で、 pH の増加とともに青紫色になる。pH がアルカリ領域に達するとベタニンは下水分解され、茶色になる。ベタニンはイソベタニン、プロベタニン、ネオベタニンとともにベタレイン系色素である。ビートに含まれる他の色素にはインディカキサンチンやブルガキサンチンがある。ベタニンはビートジュースから抽出される。赤色のビートに含まれるベタニンの量は 300から 600mg、kg にも達する。ベタニンや、その他のベタレインを含む食品としては、オプンティア、普段層、アマランサス等である。ベタニンの主要な用途は、アイスクリーム、粉末飲料等の着色であり、他に、本団等の菓子にも用いられる。スープやトマト製品、ベーコン製品にも用いられる。 ベタニンは着色料として使っても食物アレルギーは起こさないとされている。肉やソーセージの着色にも用いられる。ディーン・ディー・メト・キャフ、ヒュー・エイ・サンプソン、ロナルド・エイ・サイモン、フード・アレルギー、アドバス・リアクションズ・ツー・フーズ・フード・アディティブス、ホース・エド、ブラック・ウェール・パブリッシング、2009、ISBN 978-1405151290。1 P416 ありがとうございます。